皆さんこんにちは。本日はですね、こちらの4月1日に発売されました宇宙船ボリューム172より、こちらのアンジェラ・メイさんと小野崎健さんのインタビューがあるんですけど、これを抜粋してちょっと面白いとこだけご紹介させていただこうかなと思います。ニヤニヤチャンネル。でまずね、この2人の兄弟愛っていうのはね、結構すごいなという印象を受けたのと、まずですね、本作の参加経緯からお聞かせくださいということだったんで、アンジェラ・メイさんはもしかしたら仮面ライダーに出演できるかもと予告されて、ある日決定したよと言われたので、まあびっくりしたと。登場時期や役の説明を受けたんですけど、まさか変身するとは思っていなかったからびっくりしましたということで、まあ初期構想ではレイカは変身をするというのが決まっていなかったということがここで分かりますよね。小野崎さんは、僕は年明け頃にマネージャーさんから会社に来てくださいと連絡を受け、会社に向かうとテーブルの上にセイバーの台本が置かれていたと。それを見た瞬間、やったと喜びました。33歳にもなって両手を上げてガッツポーズですよっていう感じで、やっぱりこう男の人ってやっぱり何歳になっても仮面ライダーとかってやっぱね、好きであったり昔憧れていたものがね、少なからずあるとは思うんで、仮面ライダー空画の小田切丈さんぐらいじゃないですかね、今までこう見てきて。仮面ライダーが嫌いではないけど好きでもないっていう、こういう特撮作品を潰すつもりで空画に挑んだっていうね、インタビューがあったりするんですけど、まあ、大半の方がやっぱり何歳になっても仮面ライダーの出演が決まったよってなると、すごい嬉しいところが多いんでしょうね。特撮作品ではアフレコ現場も特徴ですが、大変だったものはありませんかっていう質問に対して、小野崎さんは、最初は容量が分からなくて、お芝居と同じ声でやったらもっと感情的に声を張ってくださいと言われたんですよ。気持ちを切り替えてアクションシーンは、はっ、いやっと声を張ってやりました。必殺技のターには皆さんぜひ注目してくださいということで、まあ日曜日に初登場するんですけど、そのアクションの際のね、掛け声であったりをちょっと注目して聞いてみましょう。でアンジェラ・メイさんは、最初棒立ち状態でセリフを喋ってたということで、まあなかなかね、それだと声の波やテンポが画面とうまく合わなかったそうで、その時に監督からアドバイスとして、動きながらやってみてと言われたそうで、それ以降裸足になってやったらうまくできた。で今ではずっと裸足でアフレコをやっているということなんですね。結構こういうね、こう僕たちは視聴者として何気なく見てますけど、やっぱりこのアフレコって大変ですよね。声優さんとかでもやっぱり大変っていうぐらいなんで、それがね、声優の学校も出ずに、例えばまあ普通にアンジェラ・メイさんだったらモデルなので、そういう経験もないであろう感じなのに、すぐにはいやって、でできちゃうってところまたすごいなと思うんですけど、大変な現場なんでしょうね。で兄の涼牙に対して、レイカは意外な一面が見られますねということで、こっからレイカがね、このお兄様登場でどんどんキャラがね、多分崩壊していくような感じが書いています。劇中ではお兄様と呼んでいますが、現実ではそれだとちょっと壁を感じるから、役作りのために普段はお兄ちゃんと呼んでいます。どう思います？これアンジェラ・メイさんに、新代レイカにはお兄様と呼ばれ、アンジェラ・メイさんにはお兄ちゃんと呼ばれる、この小野崎さん、これはちょっとね、羨ましいですね。でここでね、分かったのが、レイカは異常なくらいの愛情を持ってるんですよね、お兄ちゃんに対して。異常なくらいの愛情を持てと石田監督に言われましたと。もっと気持ち悪くやれっていうアドバイスがあったそうなんですよ。で本人も、もうめちゃめちゃ気持ち悪くなってると言ってるので、今後の新代レイカのこのキャラの変わり方にもちょっとね、注目して見ていきたいなと思っております。でこのインタビューの中で、新代涼牙は剣士の中で一番強いという自負を持っているらしくて、なのでこの話を聞くからには、今のところ作中最強の仮面ライダーであり剣士でもあるっていう感じが、見て取れました。で
撮影で苦労した部分はありますかっていう質問に対して下野崎さんは僕の武器が重いことですっていうことで、この、時刻圏開示はめちゃくちゃ重いそうです。でアンジェラさんも持ったようなんですけど、ほんまに重かったと書いております。で劇中では主人公たちと敵対している新大兄弟ですが、お二人はご自身のキャラクターをどのように捉えていますかという質問に対して、アンジェラ・メイさんは最初はただの悪いやつなのかと思っていたんですが、お兄様の登場で今までの言動がお兄様のためだと理解しました。ただの悪ではなく、お兄様に褒められたいという純粋な気持ちが原動力なのだと思います、ということで、まあ、テレビで見ている感じマスターロゴスにすごい忠実な部下っていう感じもあるんですけど、その原動力はお兄ちゃんに褒められたいから、マスターロゴスの言うことを素直に聞いているというところが分かりますね、これで。で、小野崎さんは僕自身の勝手な考えですが、兄弟の考える正義を実現して世の中を平和にしてくれるのがマスターロゴスだと信じて付き添っていると想定して役作りをしている。周りには悪に見えるけど自分たちには正義があって戦っているのだと思っていると言ってるんですね。結構意味深な言葉ですよね、これ。なのでこれが例えばマスターロゴスがすごいめちゃくちゃブラックじゃないですか、今あの本編見ていると。それに気づいた時にこの2人がどうなるのかっていうところが楽しみの一つですね。でアンジェラさんは撮影の合間にレイカとリョウガはどんな家庭環境で育ったんだろうと話し合ったことがあるそうで、何かの理由で両親を失ってレイカが頼れる相手が兄しかいなかったと思いました。だからレイカの中ではお兄様が正義で、お兄様はお兄様の正義を持っているという一方通行な図式なんだと思います。で、下野崎さんは僕たちも今後のストーリーは教えられてないので、最後まで敵なのか友達の味方になるのかは分かりませんと言ってるんですよ。このまあ結構ね、役者さん同士でこうやって話し合ってこう役作りをしていくっていうのは結構仮面ライダーではあると聞くんですけど、結構その役作りが採用されたりであったり、こう仮面ライダーとかそういう特撮作品で結構いい意味でそういう柔軟性はすごいあるんちゃうかなと思うので、もしかしたら今後この新大兄弟の家庭環境の話であったりとかも登場するんちゃうかなと思いました。で、このアンジェラ・メイさんの予想通り、家庭環境が何らかの理由で両親を失ってっていうところが出てくると、それもね、両親はじゃあおそらくソード・オブ・ロゴスの一員だったんじゃないかなと思うんですけど、それが例えばマスター・ロゴスに消された両親とかだったらめちゃくちゃ話変わってきますよね。で、これはちょっと楽しみですね。で、変身ポーズなんですけど、アンジェラ・メイさんは事前に変身ポーズを教えられた、それを練習していたが監督たちが本番でカメラ越しに見ながら修正してもらってかなり変更されたそうです。で、小野崎さんは僕は自分なりに考えたポーズがあったと、現場に行ったら渡辺さんからさらっとやりましょうと言われたらしいんですけれども、まあ一回自分が考えたポーズを見てもらってもいいですかという感じでそれをやると、考えてきた方でやってくださいと言ってもらえたそうで、結構ね、僕の中で仮面ライダーの変身ポーズは、まあ、自分で考えてやっているという風な印象がすごいあったんですけど、まあ、結構アンジェラ・メイさんのように決めてもらっているパターンと、小野崎さんみたいに考えてたけど決められてて、それを自分の考えたやつを見てもらってそれが通るという感じで、まあ、これを見てもやっぱりこの仮面ライダーシリーズの現場ってすごい柔軟性があるんだなという風に受けて取れますよね。で、素顔の2人としてのメッセージをよろしくお願いしますということで、小野崎さんは応援してください、嫌いにならないで、アンジェラさんは押してください、ただの悪い人じゃないです、絶対に後悔させませんと言っています。で、若干役柄も意識してメッセージをお願いしますという質問に対しては、アンジェラさんは私たち兄弟がどうやってトーマたちと関わっていくか注目してくださいということで、小野崎さんはマスターロゴスとの関係もひょっとすると兄弟の中にも亀裂が入ることがあるかもしれないし、物語の今後の展開に注目しながら僕たちのことを応援してくださいとおっしゃってるんですね。結構この今ね、ネットニュースとかにもなってますよね。
仮面ライダー初の兄弟ライダーということで、結構注目度が高いこの仮面ライダー、サーベラと仮面ライダーデュランダルなんですけれども、これめちゃくちゃ楽しみですよね。で、このスーツのお話になるんですけれども、これはちょっと前の動画で話したかなと思うんですけど、この仮面ライダーデュランダルと仮面ライダーサーベラに関しては、マスクに関しては FRP 製ではなくてウレタン製なんですよ。で、共にアップ用、アクション用、兼用の一着のみということで、だからもう世界に一つしかない、スーツとなっております。で、仮面ライダーデュランダルの、スーツアクターは今井さんということで、仮面ライダーガイムではブラーボで、仮面ライダードライブではマシンチェイサーなどの、スーツアクターを担当されていた方っていう感じですね。で、サーベラに関しては前回にもちょっとねお話しさせていただいたんですけど、宮沢由紀さん、テレビシリーズのレギュラーキャラクターを担当するのはこれが初めてということで、まあおそらくね宮沢さんも気合が入っているんじゃないかなと思います。で、この時刻圏開示は時間を操れるみたいですね。で、時刻圏開示は仮面ライダーデュランダルが持つ時間の属性を持つ剣、先を差し替えることで剣から槍に変形で、プロップは剣から槍モードに変形のギミックが仕込まれたアップモデルの全長約100センチ、三つ股の槍はアップアクション用のモデルが別に製作されており、全長約2m10cm と非常に長い。結構僕この槍モードに関しては絶対 2m あると予想してたんですけど、結構いい線いってましたね。で、この、時刻圏開示の剣モードも、僕今作ってるのが 95cm で作ってるんですけど、これも約 1m ぐらいあるかなとは思ってたんですけど、僕が作った火炎剣烈火も 95cm で作ってて、まあそれとちょうどいいサイズ感かなと思ったんで、僕は 95cm にしました。じゃあちょっとプロップよりは 5cm ちょっとだけちっちゃいっていう感じですね。いや、だからこれちょっと楽しみですね。ちょっとこれはなので、この時刻圏開示に関しては剣モードと槍モード2つ作ろうと思ってますので、今週はちょっと上げれないので、来週から作ってみた動画をどんどん上げていきたいなと思っておりますので、そちらの方もちょっとねお楽しみにしていただければなと思っております。めちゃくちゃ今回の内容面白いので、ぜひ皆さんも本屋さん行ったら一旦まあ宇宙船手に取って見てみていただければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。今回の内容が面白かったよって方はぜひ高評価とコメントをお願いします。このね、高評価とコメントがめちゃくちゃ励みになってます。ということで、次回をまたお楽しみに。